あ、もう来た。早っ早っ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これはどう、OK ですね。はい、できれば一番後ろの一番奥行ってください。カメラ行ってください。はいはい、あ、大丈夫です。それでこんな感じ。はい、オッケーです。そば、そばないんすか。そば年越し年越しはない。いや、こしはもう私。ああ、マリさん、マリ、まずマリ。はい、6分長いきます。6分やってるの。6分やってるでしょ。6分あんまりやってるでしょ。6分半弱じゃないですか。水ください。水渡します。お水ください。水ください。ベルトバッグ回収します。俺はもう私ベルトバッグまで持ってる人。ベルトバッグないですから皆さん。すごい。大丈夫、みんなベルトバッグないですか。もうベルトバッグないね。あ、なんかすごい。回ってんじゃんってこれ。回ってる。あ、そうそう。これからどうですか。もう水もらっていいですか。水、水ください。はい、開けなくて。いやいやいや、そのまま。もう大人やから。もう会場に今流れてますこの世。あ、マジ？あ、マジで。え、配信もでしょ。配信も載ってます。流れてます。俺は早く言ってくれないと。油断してたよ。杉さんがまた、杉さんがまた振って携帯振っちゃうぞ。携帯振るよ。杉さんもおっこだよ。携帯振っちゃうぞ。取り消し。俺この衣装だとさ、ピアノを弾きづらいことに気づいた。面白いですね。うん。着替えないとまずいね。もう今ここ着替えたんじゃない。うん。着替えてある？本当着替えたいよね、入って。着替えの衣装、スタイリストさん乗ってる？だから一回楽屋に行けるんじゃないですか。うん。いや、まあまあ気になれば。います。いますか。ステージで着替えたらいい。ステージで着替えたらいい。ステージで着替える。着替えショー。着替えショーが。向かってますよ。え、じゃあ、 あの会場の皆さんも放映見てたのかな。あ、今見てます。見てました。じゃあ、あの、テレビも見てたんですか。あ、見てます。そうそう。はい。うん。はい。おそばさん。TV。いやー、ギリギリ間に合ったでもね。よかったですね。結構ギリギリだった。3人で繋がなきゃいけないと思いました。本当覚悟してました。覚悟してた。はい、イメトレしてた。でも完璧にさ、ヨシキどこみたいな書いてあるんだよ。ヨシキはヨシキは本当にだから、あ、そのプラン B が用意されてた。用意されてた。用意されてた、じゃあギリギリのタイミングで本当に来たんだ。でもパフォーマンスはどうでしたかね。よかったですか。まあ僕たちの演奏は完璧でしょ。まあ完全に演奏は完璧でしょ。演奏は完璧でしょ。音が良ければ終わったのです。皆さんが今どんな気持ちですか。熱い。熱いね。もうね、このパスに多分店員乗りすぎる。いや、これからちゃんとね、パフォーマンスをするっていうこと。そう、僕たち今からそっちに行って。今からさ、そう、パフォーマンスね。俺たちディナーショーでパフォーマンスするってみんな知らないの。知らないし、秘密にして、秘密にしておこう。しとこうか。しとこうかって。え、流れてるでしょ。流れてるよ。みんなに、ここだけの内緒にしといても。会場盛り上がってます。盛り上がってる。はい、今からね。何するんですか。ドラムソロやるんですか。ドラムソロは後でやるけど。後でやるね。みんなの前だから。やりましょうよ、せっかくだから。いや、待って。そんなリハなしで無理に決まってるじゃないですか。リハどっかでやったんじゃない。いやいや、音さえ完璧であればアコースティックバージョンとか無理じゃないですか。そんないきなりリハなしでね、急にね。無理でしょ。あ、リハなしで。我々ならぶつけ本番でアコースティックができますよ。ねえ、何、新曲とかやっちゃう。新曲のアコースティックバージョンとかできるわけないじゃないですか。セカンドシングルのアコースティックバージョンですね。無理に決まってるじゃないですか。そのツッコミちょっとなんかわざとらしいんだけど。そんな携帯振っちゃいますよ。あれはびっくりした。もうついたの？ついてない？もうちょいです。あ、タモさんのテンション上げれなかったのがちょっと心残りですね。ああ、ありがとうございました。つってねえ。まあよほどのことがない限りもう、そうですね。動じない気がするんですね。ありがとうございました。つって頑張りました。どうでした？いや、もうあの、よかったね、間に合って全てが。ごめんね、本番さ、リハと違ってハルトのところに行ってしまった。あー、びっくりした。ライブのつもりになっちゃって、それがカメラがちゃんとね、ミヤビも来てくれたから3人ついてもらったけど、打ち合わせすればよかったね。いやいや、まあまあまあ、まあ乗りパスしよう。乗りでしょう。それをちゃんとついてきてくれればね、カメラの人たちが。いやいやいや、無敵だから。無敵です。どうしようか。まあ、でも着いたばっかりだから、僕まだちょっと時差の関係でちょっとなんか
ちょっとどうですか、時差ボケの先輩。いや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 関係ないでしょ、エナジードリンクでしょ。エナジードリンク X と Y でしょ。 X、Y、ああ Z でしょ。そうですね、飲みたいですね。ショーの最中に抜け出してテレビ出した人っているのかな。そもそもなんて言ってきたんですか。ちょっと申し訳ないです、皆さん、ちょっとだけテレビ行ってきてでもみんな知ってたでしょ。いや、なんか分かってだって発表してますからね。うん、でもね、だみんな多分あれじゃない、あのディナーショーから中継すると思ってた方もいると思う。まさか抜けてテレビに行くとは。ちょっと文字近かったからね。うん、なんか感謝してます。同じ六本木なんで。それたまたまですよね、たまたまこの近かったのはね。確かにそれは素晴らしい。あとたまたま今日がスペシャルだった。スペシャルになったん。なった、わかんない。させたスペシャルさせたさせただって指定だったからね、今日ね、この日に出たいねみたいな。確かにスペシャルだったら良いんだけどね。いいねって言ってたんですよ ね、 ね、本当だった。例年8月4日ってスペシャルやってんすか。いや、でも8月の頭の金曜日ってことだね。そういうことだろうね、きっとね。今日金曜日だね。今日金曜日です。 M ステ金曜日です。飲むしかないでしょ、テキーラ。飲むしかないねこのでも皆さんもう飲んでるんじゃないですか。あ、皆さんはね、会場の皆さんは、会場の皆さんはこのカメラの前のみんなも飲んでたりして、あの、あ、そっか、配信でも見てるからか、そっか。私も飲んじゃった。記者会見で飲んでましたけど、ちょっとだね。いや、日本に帰ってから一滴も飲んでなくて。でも日本に帰ってきての昨夜とかじゃないですよ。まあそんなのそれで飲んでたら病気ですね説得力がないですね。そうだね、かなりないね。車やったんですか。ちょっとバズーカ砲があったから。そうですか、うん、バスの方があったからバスだったわけじゃないと。まもなく、まもなく、まもなく、つぶつぶに見せた。まだまだハマりそう。これ酔うな。向かってるよ。向かってんだけど。ホテル着きましたので、今駐車場回してます。はい。あ、もうじゃあこのままこのステージまで行くか。そのまま、あの、行けるところまで。このままステージに上がる。皆様に会いに行きます。ってことは僕どこで着替えればいいんだろう。ステージで着替えします。生着替え着きました。キューティーハニーのように。ピアノの裏でこっそりみやびのキューティーハニーか。キューティーハニーのようにね、着替えてくれたら変わるわよ。一回全員なんだ、変わるわよちゃんと出してくれると思う。愛がある、愛がある。でも絶対見てる時代が違いますよ、僕らのキューティーハニー。じゃあ着きました。はい、着きました。どうぞ着きましたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、いいよ、行っちゃって先、ごめん、先行かせて。カメラ行かせて、先行って。受けるわ、受けるわ。着替えるんですよ。いや、もうステージで着替えて。ステージで着替えて、うん、ナイス誘導、ナイス誘導だな。今ステージ裏に向かってますよ。まあ、逆にちょっとそこでいいよ、分かった。今、バイクって楽しいでしょ。メールパックあります。そっか、イヤモニしなきゃいけないんだっけ。いや、よしさーしなくていいんだっけ。これイヤモニじゃないですね。行きますか。行きますか。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。ステージ行く。はい、行きます。
これすごくない？喋ります？喋る？あ、そっか。これでもさ、俺着替えないと、この衣装だったらピアノ弾けない。ちょっとみんな準備必要でしょ。みんなテレビ見た？ごめんね、待ってもらっちゃって。そもそもどうやって抜き出してきたんですか？え？どうやって抜き出してきたんですか？いや、ここから抜け出してきたの。ちょっと皆さんに、ちょっとテレビ出てきます。もうこれ皆さんも結構出来上がってるんじゃないですか、これ。結構飲んでるんじゃないですか、これ。みんな見てた？ちょっと待って。見る以外ないよ。よかったよね。みんな酒入ってくれてるからそういう感じてくれてるんだよ。ありがとう。え、音も聞こえてたの？ちょっと着替えて。聞こえてたの音。はい。お待たせしました。ちょっとよしきさん生着替え中なんで。うん、みんなサイコラブ聞いた？めちゃいいよね。そんなリハなしで無理に決まってるじゃないですか。しっかりさっきやりました、リハを。だからスペシャルだからさ、今日リリース日だから、この曲のアコースティック版をスペシャルでね、特別にできたらなと思って。もちろん皆さんもゲットしたんですよね。あれ、ダウンロード、ダウンロードね、ダウンロード、ありがとうございます。これ着替え待ち。そうなりますね。美味しかった？ご飯美味しかった？いいな。近っ。限りなく近いですね、これ。飲んでる感じが見えるもんだって。あ、俺水が欲しい。ちょっといいですか、一言。あんま変わってないと思うんですけど。色も変わってないし、露出度も変わってないし。いや、露出度はあんま変わってないけど。だから手のギラギラがあるから、ピアノは弾きにくいからね。それを、え、そうそうそう、手のギラギラが。で、疲れてるんですか？いや、M ステでほら、ピアノ弾いてて、結構この衣装はピアノに弾きづらいってことに気づいたの。やりますか、じゃあ。どうですか、新曲が今日発売になったんですが。ね、はい。イエイ。結構、ね、はい。ハイドさん作曲のね。そうですね、はいはい、あの記者会見でも言ったけど、この曲が僕らの始まりになったと言っても過言ではない。だ、歌詞もちょっとそういう感じですよね。 It's time to fly、 It's time to fly high、 思いっきり見出しでダジャレって抜かれてしまいましたけどね。本当ですよ、すいません。やります？やりましょう。ボタン待ち、ボタン閉め待ちです、はい、閉めましょう。すいません、 OK、 Let's do it。 いけるかな、いけるかな。 BPM One, two, three, four。Like a twisted vine, breaking the world, break my passion, breaking words like smile, we'll be the dawn, we're the fashion, we're the high style, heavy crawling and falling, every time, every night, every paper, every day. You make me blind.
なんすかそういうこと言うから炎上するんで、みやびに。え、なんつったんすか今。いや、俺たち天才だからって。なんすか俺たち天才だから天才あっちの天才災いの方天の災害じゃなくて、そう、災害の方ですね。天才何天才違うほら、リハーサルでさ、リハーサルの時になんか、ほら一昨日、リハーサルの時にみやびが、いや大丈夫でしょ、俺たち天才だからって。なんで俺に振るんですか。言ったじゃん。まあ言いましたけど。そうそう、天才ですけど。あ、そういうこと言っていいんだと思ったんで、これはもらったと思ったご自由に使ってください。あとさ、杉蔵のさ、あれ引っ張りますね携帯ね。携帯みんな知ってるよね、携帯のアンドゥの方法。杉蔵が急に携帯こうやってやったから、あ、杉蔵が切れたと思ったの。杉様怒っ、ね、携帯のアンドゥは普通に、ね、常識だなと思ってたんだけど、そうじゃなかったみたいですね。どうですかこのメンバーで。え、この携帯振るのですか。携帯もそうだしもうずっとそれ言ってんのずっとなんか LINE… なんなら今日の記者関係の見出しにもしようとしてたもん、ね、ずっと言ってる。いや結構なってたそれ、見出しにしょうもないところだけ引っ張られるよね。衝撃的だったけどね、僕的には。はい、でも、うん、で今日もすごいなんかね、この日にじゃあなんとかサイコラブをリリースしようかっつったら、いろんなことがこの日に集まってね、すごかったっすよね。ね、あのなんだっけ、テレビとディナーショーと記者会見、全部一緒になっちゃいましたね。多分まずはツアーを発表したいって話になったんですよ、うん、あ、そうかそうか、ね、じゃあ絶対そこでセカンドシングル出そう、うん、そこで一気にカッて動いて、うん、止まっていたものが動き始めて、金曜日だ、M ステ頼んでみないって話になったら、誰かがスペシャルにしてしまったんですよね。いやいや、僕がしたわけじゃなくて、パワープレイでしかも隣みたいな、隣だったの、だからそんなにテレ屋さん持ってきたんですよね。うん、ね、本当は真面目な話、我々が真面目にこのディナーショーに登場して、ここでみんなに発表して、M ステ中継させてもらえませんかって話になって、普通そうですよね、こっから中継ですよね、うんうん、そうだよね、はい、だよね。あ、みんなそうって思ってたでしょ、だって。あれ、すいません、僕の力不足で、うん、ま、あの、頑張ります、今後は、はい。でもね、あの、ラストロックスターズの皆さん来てくれてありがとう。なんでそんな他人行儀なんですか。え、なんでそんな他人行儀なんですか。半魚人半魚人もう後でメールしますで、今日が初日ですよね、ディナーショー。これを機に今回 10 days ですか。16、すごい、16公演ですね。今日のじゃあ初日を筆頭に毎日素晴らしいゲストが回りますので、ね、皆さん期待してください。なんで、いやいやいや、ちょっと待って
杉蔵さん意味なくハードル上げるのやめましょうよ。毎回いきなりハードル上げないでくれる。スペシャルゲストが登場します。うん、いや俺ほんと日本に帰ってきてから今日の記者会見まで一滴も飲んでないお酒を。昨日帰ってきたんでしょ。いやいや、もうちょっと前帰ってきたけど一昨日ぐらいだけどね。はい、じゃあね、この後もディナーショー続くんで、もう一曲やる。どうですかハイド、この曲の成り立ちというか。はい、はい、次の曲はですね、急にこれもできた曲、よしきさんが急に子供もできた。いや、やっぱりね、あのコンサートの、あの流れを作るのはやっぱ演出家としての腕がやっぱ素晴らしいんですよ。でやっぱ曲をこう見た時にバラードがどうしても欲しいってなって、もうじゃあそれ以外のいっぱいやることいっぱいあるのにもうバラード作ってる場合ちゃうやんって思いながらもやっぱ素晴らしい曲を持ってきましたね。3日前とかに誰しもがそれを思ってましたね。ライブの3日前とかに持ってきました。でもそれは大丈夫なの、新曲をね、東京ドームの本番のその日に持ってきたケースだから。免疫ができてるね、杉さん。ジェイドはね、本番の当日の朝なんですよ、みんなで合わせたの。それに比べたら3日間ってのは僕にとってはね、恐ろしい。すごくありがたい。ハウってるね。ハウってる、大丈夫かな。携帯振りますよ。俺も振るぞ。ね、次の曲は、はい、シャイン、シャインという曲です。はい、そこにカバンが落ちてる。はい、まあ、杉田さんちょっと酔っ払ってきてますなんか、大丈夫ですか。飲んでないよ、一滴も。ちょっといっぱい飲みたいな、本当に。The Last Rock Stars のなんかね、まあバラードで、うん、ね、まあこういった暗い世の中、暗い世の中というか。に光を灯そうっていうことで書いた曲で、うん、Tonight we will shine, tonight we will fly っていう歌詞があるんだけど、それをどうしようかな。右とこのステージから右と左で誕生日がいいんですか。誕生日でいきますか。奇数偶数。奇数偶数。はい。はい、いや今めっちゃまとまりかけてたの。誕生日縛りね。誕生日の方がいいと思います。奇数めっちゃ多かったらどうするんですか。みんなそれ経験してますよね。大丈夫です。わかるよね。みんなわかりますよ。ちょっと練習しなきゃいけないんじゃないこれ、これでもね、みんな知ってると思います。みんな練習したよね。ここに来てる人かなりコアな人なんで、うん、みんな来たでしょ。みんなよくわかります。絶対し、わかんない人は隣の人の感じをね、うん、そうでやっていただいて、軽く練習しますか。んちょっとだけやる。はい、サビだけいく。はい、 We will shine。 映像出るかな。 Tonight weFly to the sky where there's no light. We'll keep the light turn after time. まだ誰が誰を歌うか決めてなかった。え？グーズとキス誰が？あ、どっちがどっちか決めてなかったですね。え、もう知ってるっていう手じゃなくて。でも、いや、構造は知ってるけど。じゃあ誕生日は偶数の人が忘れちゃった段取り。次歌う。奇数が前半、偶数後半じゃないですか。大体ね、バンドのミーティング毎回こんな感じなんですよ。大体進まないっていう。3歩進んで2歩下がるよ、ね、5歩ぐらい下がってますね。どっちだっけ。どっちでもいいじゃないですか。今日決めたらいいじゃないですか。奇数は歌う。奇数はじゃあ次行く。トゥナイに行く。で突っ込むね。奇数はだから Tonight を歌 う, そうで、偶数は Shine を歌う。伸ばす、タイム。タイムアウトタイム。あ、タイムアウトタイムだ。タイムアウトタイム。Shine 歌うんだ。伸ばす。まあ、なるはなるしなんとかなると思いますよ。案外。じゃあ、ね、練習はなしでいきますか。いけるんじゃない。 I think we can do it. Yes. Okay. Let's go for it. Let's go. Okay.じゃあ、よろしくお願いします。ソングコール、シャイン。ごめん、ピアノが暗くなると楽譜が見えない。
あるあるですよ。ありがとう。
Thank you. みんなありがとうね。ありがとうございました。じゃあディナーショー終わったらガツッと飲もうね、杉蔵ね。ありがとうございます。これからじゃああと15本、はい、いやまだこれから後半ありますからね。はい、どうもありがとうね。素晴らしいショーになりますように頑張ります。でもありがとう何構えてありがとうございます。ラストロックサンスの皆さんに盛大な拍手を。裏で密着してました。超面白かったし、もう超かっこよかったです。そうなんだ、最高でした。これもしかしてまたそう各チャンネルで配信されてるんで、配信されてるんですよね。これも最後になります。なんか最後の見てくれた方一言ずつもらってもいいですか。今日は比較的待たせなかったんじゃないですか。いや逆にっていうきっちり比較的ね。いつもなんか2時間ぐらいもう2時間ならいいとこだね。あ、この配信のね、いつもさずっと引き伸ばしてるじゃないですか。そうです、もうつなぎ慣れしてるもん、ね、もう3、40分一人で喋ってますからね。僕あれそれそばで見ながらかわいそう。いやいや今日もやられてかわいそう。いやいやいや今日は逆にここにいた人がもう M ステにいるってみんな見てる人がどういう仕組みになってんだみたいな。生放送に強いんですよ。いやいや強いという。その自信満々に生が入れば絶対に時間は守られる。やればできるんですよ。そうやってないだけなんです。だそうです。だそうです。できるんです。できる子なんです。できる子なんです。皆さんのファンの皆さんも見てるんで、はい、じゃあこれからラストロックさん一言最後にもらってもこれで配信終わりにしますね。お願いします。あ、僕ですか。代表して いやもう本当なんかちょっと身が身が降りたと。降りた。ようやくちょっと。ようやくちょっとね。僕も明日ライブなんですけど。明日ライブなの。仙台でライブ。飲みましょうか今日。飲めねえ。飲まねえ。あるでしょ。飲まねえ。どこでもあるよ六本木やから。あるでしょ。ここあるでしょ。あるか。ワイがあるでしょ。これからゆっくりね高級なねルームサービスいただきましょうか。あ、本当ですね。あ、よしきさんの部屋行こうかじゃあ。よしきさんの部屋から生中継。勝手にライブの人がいるからもう全然いいんじゃない。じゃあ最後一言、はいはい、そうですね。まあ、久しぶりの、ラストロックスターの再稼働ということで、まあね、テレビもそうだし、まあ、ディナーショーも含めてもっとね、海外でもガンガンやりたいなと思ってるんで、これ日本の海外のみんなも見てますね。本当に同日で歩幅前進ですけど進んでるので、むしろどん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 決断でもらえればこれは頑張ってやるんでよろしくお願いします。確実に次のフェーズに入ったので、これから最高な時が待ってます。明日ライブでしょ、はい、俺明日明後日ルナシーレコーディングだよ。わかりました。とりあえずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこちらにゆっくり休んでください。ありがとうございます。よっしゃ、イエーイ。で、閉めちゃって。いや、ごめんなさい。